中澤祐二、中澤祐二、中澤祐二,二、1978年2月25日帯は埼玉県吉川市出身の元プロサッカー選手。現役時代のポジションはディフェンダー、センターバック、元日本代表、血液型 A B 型。恵まれた体格と勝負強さを持ち味とし、日本代表でも長年中心選手として活躍しており、出場数は 歴代4位の110試合を記録している。また、2010FIFA ワールドカップの開幕前までキャプテンを務めていた開幕時より、長谷部誠に変更。J リーグでは、2012年9月29日の大宮戦からフィールドプレイヤーとしてはトップの199試合に連続出場。さらに2013年7月6日の大分戦から2018年8月15日の 名古屋戦まで178試合連続フル出場という記録を持つ。サッカーを始めたのは小学校6年生とプロ選手の中では遅めだった。埼玉県立三里工業技術高等学校はサッカーの名門校ではなかったために卒業後 J リーグに売り込む価値を上げるべくブラジルサッカー留学を計画する。ブラジルのサッカークラブアメリカ FC に加入し、 次第に練習試合などにも起用されるようになった。チームメイトにはジューベルトシューバなどがいた。一年後にビザ更新のため日本に帰国したところクラブから必要書類が届かずブラジルでのプレーを断念した。J リーグの各クラブへ売り込みをかけたがどのクラブからも誘いは来ず母校のサッカー部で在校生に混じって練習を続ける。1998年に ベルディ川崎のユースチームとの練習試合で得点を上げ活躍を見せ、これをきっかけに練習生契約での加入が決まる。練習生契約では、給料は支払われず、必要費用をクラブに支払って、練習に参加する。認められれば、プロと一緒に練習ができるが、クラブからは交通費など、金銭補助は一切なく、自腹での練習参加のみとなり、地元の埼玉県吉川市から、 ベルギーの練習場がある東京都稲城島で交通は往復で約1800円片道に時間かけて練習に参加していた。この時の待遇と経験は本人にとっても屈辱だったようでプロの練習を横目に単調な反復の基礎体力練習に明け暮れ練習に付き合ってくれたトレーナーと共に探索していた。1999年からプロ契約が決まった。 同年のシーズンで、レギュラーポジションを獲得し、J リーグ新人王に輝き、シドニー五輪を目指すトルシエ率いる U-23、サッカー、日本代表に招集され、本大会にも出した。2002年に、横浜 F マリノスに移籍し、チーム初の2連覇、2003年、2004年と3、ステージ連続優勝、2003年ファースト、セカンドステージ完全制覇。 2004年ファーストステージ。2004年度には J リーグ MVP を受賞した。2006年のオールスターゲームでは、当時の日本代表 GK、川口農医から直接フリーキックを決め、DF として初めて MVP を受賞した。本人のインタビューによれば、直接フリーキックでのゴールは初めてとのこと。2013年から3年連続リーグ戦前、試合出場。 2015年10月ビッセル神戸戦にて J1 通算500試合出場を達成した。2017年5月27日、J1 リーグ第13節の清水エスパルス戦に出場し、J1 通算550試合出場の記録を達成した。6月25日、第16節のビッセル神戸戦では、フィールドプレイヤーでは、安倍祐樹に並ぶ139号連続フル出場を、 果たした。続く、17節の大宮アルデイジャでもフル出場をして、フィールドプレイヤーとして、歴代1位となる140試合連続フル出場を、果たした。以前から40歳になったら、現役を支持示属ことを、たびたび表明していたが、2017年12月11日、チームとの契約公開終了後に、その方針通り、 翌2018年限りで引退する意向を改めて明らかにした。2018年8月19日、第23節の鹿島アントラーズ戦で6年ぶりのベンチ外となり、フィールドプレイヤーでは最多となる2013年7月6日の大分、トリニータ戦から続く連続フル出場記録を178試合でストップした。ベンチ外の理由は、 アンジェ・ポステコグルー監督が中澤の疲労を考慮したため、その後試合に出場することはなかったが12月1日に行われた最終節のセレッソ大阪戦に約3ヶ月半ぶり途中から試合に出場し、この試合キャプテンだった大木原高弘からキャプテンマークを受け取りピッチに立った。2019年1月8日引退を発表、横浜 FM からは 契約延長のオファーを受けていたが、左膝の怪我の影響もあり、メディアで、たびたび公言していた通り40歳での引退となった。1999年9月8日に行われた、イランとの親善試合でフル代表デビューを果たし、翌2000年に行われた AFC アジアカップ2戦、予選のシンガポール戦で代表初得点を含む2得点。その後は、シドニーオリンピックでは、 レギュラーとして活躍し、AFC アジアカップ2000でも3試合に出場して、優勝に貢献するが、2001年に入ってから、スランプに陥り、代表でも、同ポジションの松田直樹の控えに甘んじることが増え、2002フィーファワールドカップ本大会のメンバー発表前、最後の試合であるアウェイのノルウェー戦には、フル出場すが0から3で敗れ、秋田豊の選出もあって、メンバー入りは叶わなかった。 その後しばらくの間招集されることはなかったが、2003年に横浜を年間優勝に導く活躍から代表へと復帰を果たす。復帰してからしばらくは控えであったものの、ジーコ監督が本格的にスリーバックを導入した頃から、レギュラーとして出場することが増え、AFC アジアカップ2004ではグループステージの対戦で決勝点を含む2得点。 バーレーンとの準決勝では敗戦の危機を救う、同点ゴールを決めるなど、玉田啓治と並んで、チームトップタイの3得点を記録する活躍で、優勝の原動力となった。その後も、レギュラーとして出場を続け、2006FIFA ワールドカップ本大会では、グループステージ全3試合に、フル出場したが、ノックアウトステージ進出はならなかった。ワールドカップ終了後に、 日本代表から引退することを発表し、2006年内は代表戦に出場しなかったものの、2007年2月、千葉県内で行われる日本代表候補合宿のオシムジャパン体制でメンバーに所出され代表復帰を果たした。その後は不動のレギュラーとして君臨し、2010FIFA ワールドカップでは田中マルクス・トゥーリオと共にセンターバックのコンビを組んでグループステージ3試合と ノックアートステージ1試合に先発出場し、日本代表の2大会ぶりとなる16強入りに貢献。大会終了後に公表された FIFA の技術研究グループが作成した報告書では、空中戦の強さと視野の広さがあると評されている。綾やの国功労賞を受賞。日本代表では、守備だけでなく、セットプレーにおける得点源としても活躍し、 通算得点数17は日本代表における DF 登録の選手では史上最多記録である。110試合で警告5回、退場0回とカードを提示されることは非常に少なかった。身長187センチメートルの恵まれた体格、相手選手との体のぶつけ合いにも負けない強さ、ヘディングでのボールの取り合いのうまさを備えるディフェンダー。 デンマークで発行されているワールドカップ専門雑誌 VM2010 において1対1での守備力の高さや得点力を理由に田中マルクス・トゥーリオと共に驚異的存在であると報道されている AFC アジアカップ2004では主要な守備スタッツ7部門中5部門で日本代表1位を記録サッカー解析システムアプタ・オプタより 同大会 MVP には選ばれなかったが、メディアなどからは中澤を MVP に押す声もあった。5933663443369943その他の公式戦。通算、コールスパンイコールに a f c 通算、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。